いきなりだけど霊夢、最近うっちゃんなんちゃんの番組ってテレビで見てる？またまたいきなりだねマリサ。イッテ Q とかヒルナンデスとか、それぞれがピンで出てる番組はよく見るけど、確かにうっちゃんなんちゃんが二人で出てる番組は最近見てないな。そうだよな。最近の子供たちは、うっちゃんとなんちゃんがコンビってことを知らない子が多いみたいだぞ。嘘でしょ？トンネルズ、ダウンタウンと共にお笑い第三世代と呼ばれたあのうっちゃんなんちゃんだよ。まあ最近はコンビでのメディア出演は少ないし、YouTube とかでもトンネルズやダウンタウンのことが紹介されがちだから、仕方ないかもしれないな。うっちゃんなんちゃんもすごいコンビなんだけどね。30代40代の人は当時、うっちゃんなんちゃんの番組絶対見てたと思うし。そうだな。だから今回は、うっちゃんなんちゃんが作ってきた伝説の懐かしいバラエティ番組を振り返っていくぜ。一作目は、うっちゃんなんちゃんのやるならやらねばだ。うっちゃんなんちゃんのやるならやらねばは、1990年10月から1993年の6月までフジテレビ系の土曜夜8時枠で、約3年間放送された番組だ。略称でやるやらと言われていたから、こっちの方が馴染みのある人も多いかもだね。内容は、うっちゃんなんちゃんを中心としたコント番組だったぜ。特にパロディ系のコントは人気だったね。そうだな。水木しげる原作の漫画悪魔くんのパロディ、ナンマくんは特に人気が高かったな。でもこれはナンマくんがってより、敵役のマモーミモーが人気だったって感じだよね。確かにそうだな。人気すぎて、マモーミモー野望のテーマ情熱の嵐って歌まで出してるしな。この歌のタイトルも、西城秀樹の情熱の嵐のパロディーなんだよね。ちなみにミモーを演じてたのは、当時バラドルとしても活躍していた千春だったぜ。懐かしい。マモーのそれはチッカーっていうラグが忘れられないわ。他には、ドラマ101回目のプロポーズのパロディ、約101回目のプロポーズで、うっちゃんが武田鉄矢役、なんちゃんが浅野敦子役で演じるドラマ風のコントも人気だったな。僕は死にましぇんの名シーンも再現してて、めちゃくちゃ面白かったな。なんちゃんの少し悪意のある浅野敦子の真似も、最高に面白かったわ。あとは、歌手のシャゲ&アスカを真似したチャケ&ヤスカ栄光の奇跡とかもあったな。うっちゃん演じるヤスカが自分の歌い方を忘れてしまったことで、なんちゃん演じるチャケがいろんな道具を使って思い出させようとするっていうコントだよね。後に本物のチャゲ&アスカのコンサートにチャケ&ヤスカの格好で二人が登場し、本家公認とまでなったぜ。パロディ以外でもなんちゃんを探せやうっちゃんが演じたキャラクター満腹太るとかも人気だったぜ。懐かしい。映像見ただけで、記憶が蘇ってくるね。やるやらでは、桜井幸子や獣神サンダーライガー、アジャコングなど、うっちゃんなんちゃん以外の芸人をはじめ、俳優やプロレスラーなど、キャストをコーナーに多用するのも特徴だったな。もちろんこの頃から、うっちゃんなんちゃんと共演イメージのある出川哲朗や勝間拓海和も、出演していたね。俺たち老金属の終了以降、低迷していたフジテレビが力を入れた番組ということもあり、やるやらは順調に人気番組へと成長していったんだが、その矢先に、ある事件が起きてしまったんだ。転落事故だね。人気コーナーやるやらクエスト2の収録中、ゲストで参加していた香港の人気ロックバンドビヨンドのリーダー、ウォン・カークイが、高さ約3メートルのゴンドラのようなセットから足を滑らせて転落し、頭部を強打の渋滞で緊急搬送されたんだ。そのまま病院で回復することなく亡くなってしまったんだ。その後、そのまま番組は打ち切りとなってしまったぜ。うっちゃんなんちゃんも謝罪会見やってたね。二人とも引退を考えるほどの大きなショックを受けていたけど、ウォン・カークイの遺族が思いとどまらせたことで復帰を決めたみたいだぞ。バラエティ番組の歴史に残る大事件となってしまったぜ。順風満帆に見えるあのうっちゃんなんちゃんでも辛い過去を背負ってるんだね。二作目は、うっちゃんなんちゃんの売りなりだ。うっちゃんなんちゃんの売りなりは、1996年の4月から2002年の3月まで日本テレビ系で金曜夜8時枠で放送された番組だ。略称は売りなりだね。売りなりは、やるやらのようなコントを中心とした番組ではなく、レギュラー陣が様々な企画に挑戦し、練習過程からの努力やトラブルを経て、企画を成功させるまでの姿を放送するドキュメント型のバラエティ番組だったぜ。今で言うとイッテ Q みたいな感じだね。レギュラー陣は、うっちゃんなんちゃんをはじめ、前番組のうりうりなりなりからの続投で、ケイン、よいこ、勝間拓海和、堀部圭介、千秋などが出演し、うりなりの全盛期には、ビビアンスー、藤崎七子、山川エリカなども加わっているぜ。番組の後期では、売りなり解散総選挙という企画で、メンバーの大幅変更が行われそのタイミングで、ゴルゴ松本、大竹和樹、坂本ちゃんなどが参加しているぞ。安定の勝又だね。勝又ってすごいよね。
うっちゃんなんちゃんの番組だけじゃなく、トンネルズやダウンタウンの番組にもよく呼ばれてるもんね。確かにそうだな。昔はなんとなく派閥みたいな雰囲気があって、大物3組の番組に呼ばれるタレントって勝又ぐらいしかいなかったのではと思うな。今でこそそういう雰囲気が緩くなってるように感じるけど、当時から呼ばれ続けてる勝又は偉大だな。ウリナリの人気コーナーといえばまずは、ドーバー海峡横断部だな。懐かしい。これは人気だったね。イギリスとフランスの間にあるドーバー海峡をイギリスからスタートし、6人のリレー方式でフランスまで泳いで横断するという企画に挑戦するものだ。横断するためには協会の許可が必要で、また決められたルールに沿って行わなければ、横断したと認められなくなるという、バラエティ番組とは思えないほどの本気企画だったぜ。本気で挑戦するのがウリナリであり、うっちゃんなんちゃんっぽいよね。あまりの過酷な挑戦のため、企画を立ち上げた当初のメンバーは脱落者などが増えていき、最終的に、うっちゃん、宇戸鈴木、浜口勝、堀部圭介、上尾米、藤井隆彦の6人で挑戦したぜ。千秋もいたけど、マネージャーだったね。16時間37分をかけて横断し、この挑戦は見事大成功となったぜ。1997年の企画スタートから1999年までの約2年にわたって全43回の放送となり、ウリナリの中でもロング企画となったぜ。過酷さで言えば、ウリナリの中でもナンバーワンだね。他にも人気コーナーといえば、ウリナリ芸能人社交ダンス部だな。懐かしい。ウリナリのなんちゃんといえば社交ダンスってくらい、なんちゃんのイメージが強いコーナーだよね。そうだな。レギュラー陣が本気で練習して、社交ダンスの大会に挑戦する企画だぜ。本業で忙しいメンバーたちが睡眠時間を削ってまで取り組み、疲労や怪我と戦いながらも予選突破に挑む姿は、視聴者からの多くの感動を生んだ企画だったぜ。このコーナーに関しては、もうお笑い要素はほぼゼロだったね。まあ、ドキュメンタリー要素が強い番組だったからな。多くのメンバーが参加したウリナリ芸能人社交ダンス部だったけど、みんなの記憶に残ってるメンバーだと、南原清隆杉本彩ペア、宇戸鈴木藤崎奈々子ペア、勝又邦和遠藤久美子ペア、天野博之千秋ペア、とかが名物ペアだな。うっちゃんとビビアンのペアもあったよね。ウリナリ芸能人社交ダンス部はウリナリの中でも人気企画で、ウリナリの放送が終了してからも単独の特番として何度か放送されるほどの人気だったぜ。あと人気コーナーといえば、ポケビとブラビを語らないわけにはいかないな。ウリナリといえばポケビブラビってくらい、大人気コーナーだったからね。ポケットビスケッツはこの番組から誕生した、うっちゃん、千秋、宇戸鈴木の3人で結成された音楽ユニットだぜ。略称ポケビだね。当初は別の女性ユニットマッキーをデビューさせる企画がメインで、ポケビはおまけ的な存在のはずだったんだが、同日発売のマッキーとポケビのデビュー曲で、オリコン週間チャートで上位に入った方が番組のエンディング曲となる対決企画をやったら、まさかのポケビが勝ち、それ以降ポケビがメインの企画となっていったぜ。マッキーはその一曲で消滅したね。番組制作陣はポケビが人気になるとは誰も思っておらず、うっちゃんもポケビが売れた後に、こんなに続くなら、念入りなメイクにしなかったのになとこぼすほど、誰も期待してない企画だったんだ。それがまさか番組を代表する企画になるとはね。作詞は千秋が作ることが多く、作曲はパッパラー河合が担当していたぜ。シングル計6枚を発売し、そのうちのイエローイエローハッピー、レッドエンジェル、パワーは100万枚以上の売り上げを出しているぜ。懐かしい。普通にいい歌多かったよね。千秋がまた歌がうまいんだよね。あとは番組の戦略が上手だったな。ことあるごとに、〇〇ができなければ即解散というような条件をつけたり、うっちゃんとオドにソロパートの演奏を挑戦させたりと、ファンや視聴者が飽きずにずっと応援してくれるような仕掛けを作っていたからな。確かにそうだね。霊夢も応援していたうちの一人です。ポケビが活躍しだした頃に登場したのが、なんちゃん、ビビアンスー、天野博之の3人で結成された音楽ユニット、ブラックビスケッツだ。略称はもちろんブラビだね。最初はポケビの活動を邪魔するために作られたユニットだったんだけど、結果的にブラビも大人気となったぜ。ビビアンめちゃくちゃ可愛かったよね。バンドのポケビに対して、ブラビはダンスユニットとしてデビューしたぜ。ポケビ人気のおかげもあって、ブラビはファーストシングルのスタミナがいきなりオリコン初登場2位の大ヒットだったぜ。勢いそのまま、セカンドシングルタイミングに至っては約200万枚を出荷するミリオンヒットとなったぜ。懐かしい。ブラビの曲も好きだったなぁ。タイミングは今またカバーされたりして、Z 世代の間で再ブレイクしてるみたいだね。それ以降ポケビとブラビの対戦企画を中心に、ウリナリの番組自体も大人気番組となったぜ。ついにはポケットビスケッツブラックビスケッツスペシャルバンドとして、第49回 NHK 紅白歌合戦に出場したもんね。自分たちの笑いをとことん届けるトンネルズやダウンタウンのスタイルとは違い、努力や苦悩を見せることで共感や応援したいという感情を生み、ファンや視聴者が一緒になって参加するこのウリナリは、うっちゃんなんちゃんらしさが色濃く出た番組だったぜ。
3作目は、雲南のホントコだ。雲南のホントコは1998年の10月から2002年の3月まで、TBS の水曜夜9時枠で放送された番組だ。世の中の本当のところを探るをコンセプトに、いろいろな検証企画をやる番組だぜ。うっちゃんなんちゃんを司会に置いて、柳沢慎吾や東野幸治、山田花子などなど、ホントコファミリーと言われるレギュラー陣と共にスタジオで企画の VTR を見るスタイルだったな。やっぱり雲南のホントコといえば、未来日記しかないでしょう。ドラマのようなシチュエーションを体験したら恋をするのか?を検証するために、初対面の男女が、番組側から用意された日記に書かれてあるシチュエーション通りに行動するという企画だな。最初に出演者に渡される日記には、最初と最後のシーンしか書かれていなくて、途中途中で指示が書かれた日記を渡される感じだったよね。セリフの用意されたドラマとは違い、出演者のほぼリアルなストーリーで展開されるから、企画の面白さも相まって大人気企画となったぜ。めちゃくちゃ感動した記憶があるよ。この未来日記のテーマソングとして採用されてたサザンオールスターズの津波や福山雅治の桜坂は番組の影響もありミリオンセラー達成の大ヒットとなったぜ。福山雅治に至っては警察官役として未来日記に出演していたね。あまりの人気コーナーで後に映画化されたりネットフリックスで現代版として未来日記の企画が復活しているぞ。バラエティ番組のコーナーが映画化されるって相当すごいよね。多くの感動を生んだ未来日記だけど実はやらせなんじゃないかって噂があるんだぜ。え?やらせ?未来日記シリーズ5スケッチブックというタイトルで日本人男性のヨシと台湾人女性のルーイロンがスケッチブックを使いながら国籍や言葉の壁を越えて結ばれるという未来日記の中でも特に人気が高い回があるんだけど、これに出てた台湾人女性のルーイロンが番組では台湾の OL という風に紹介されていたけど、実は台湾のモデルや女優をやっている人物ということが発覚したんだ。それもあって未来日記はやらせと言われるようになったぜ。スケッチブックの回が一番好きだったのに、あの時の感動の涙を返してほしい。まあ完成度の高い作品だから、やらせと分かった上で見ても多分感動すると思うぞ。確かに、泣いちゃう自信あるわ。うっちゃんなんちゃんは司会はやっていたけど、この番組に関してはどちらかというと、うっちゃんなんちゃんの企画力や脚本力が目立った番組だったな。4作目は、雲南の気分は上々だ。雲南の気分は上々は、1996年の7月から2003年の9月まで TBS 系で金曜日夜11時枠で放送された番組だ。略称は上々や気分は上々だね。この番組は友情発見バラエティをコンセプトに、うっちゃんなんちゃんをはじめ多くのゲストと共にロケ企画を行い、スタジオでロケの VTR を見るスタイルだったぜ。当時はコントといった台本やセットなど作り込まれたバラエティ番組が主流の中、気分は上々は、ロケ先で起きるハプニングや出演者の素に近いやりとりなど、ノンフィクションで起きる笑いに重点を置いた番組だったぜ。また演出にも力を入れた番組で、ナレーションを一切入れず、画面中央に縦組の文字でテロップを出すことで状況を説明したり、今でこそ当たり前となったテロップでツッコミを入れたり、出演者の発言した言葉と一致した歌詞の曲を BGM として流すなど、当時では画期的な演出を編み出しているぜ。斬新な手法を取ったこの番組は、業界でも一目置かれる番組となり、水曜どうでしょう、もやもやサマーズ2、出川哲朗の充電させてもらえませんか。といった人気番組をはじめ、現代のバラエティ番組に大きな影響を与えた番組と言われているぜ。ダウンタウンのまっちゃんが作ってきた笑いの実績を評価されることが多いけど、うっちゃんなんちゃんの実績もすごいよね。気分は上々は旅企画が人気だけど、インパクトのあった名物企画といえば、サマーズクリームシチューの解明企画だよな。あったねー。二組ともこの番組でコンビ名変えられちゃったもんね。サマーズはバカルディ、クリームシチューはカイジャリ水魚としてもともとは違うコンビ名で活動していたんだ。それがこの番組内で、ひょんなことから対決企画へと発展し、負けた方が解明しなければいけないという本人たちからしたらシャレにならない勝負企画をやったんだぜ。うっちゃんなんちゃんは相変わらず、負けたら〇〇とか条件付きの対戦企画が好きだねー。何度か対戦をした後、結果的に二組とも解明ということになったぜ。番組内だけのネタとかじゃなくて、本当に解明させられてるのが怖いよね。ちなみにサマーズの由来は、二人とも夏が好きだからという理由で、クリームシチューの有田が命名したぜ。一方クリームシチューは、うっちゃんが有田に対決前に好物を聞いたら、クリームシチューと答えたからだそうだぜ。クリームシチューの他に、ザトライも候補に上がってたみたいだぜ。ザトライにならなくてよかったよね。まあ二組とも結果的に、今じゃテレビ業界に必要不可欠な大人気コンビになったわけだから、解明してよかったよね。売れてなかった二組を大人気コンビにさせたうっちゃんってやっぱすごいよね。そうだな。気分は上々では、出演者の魅力や面白さを引き出すため、うっちゃんなんちゃんが一歩引いて周りの人間の引き立て役に回るのが特徴的だったぜ。うっちゃんなんちゃんの他人の才能を開花させるセンスが光った番組だったぜ。
5作目は、うっちゃんなんちゃんの炎のチャレンジャー。これができたら100万円だ。うっちゃんなんちゃんの炎のチャレンジャーは、1995年の10月から2000年の3月まで、テレビ朝日で火曜夜7時枠で放送された番組だ。略称はほのチャレだね。今までコントやドキュメンタリーなどいろいろなジャンルをやってきたうっちゃんなんちゃんだけど、ついに視聴者参加型の番組だったよね。そうだな。これができたら100万円という様々な企画にオーディションで選ばれた一般の視聴者やゲスト陣が挑戦するというもので、うっちゃんなんちゃんは司会はやっていたけど、ほぼ企画には参加しないスタイルだったな。当時のトンネルズやダウンタウンなら、絶対やらなそうな番組だよな。そうだね。偏らず幅広いジャンルの番組に挑戦するのもうっちゃんなんちゃんの特徴の一つだよね。約5年にもわたる番組で、数多くのチャレンジ企画をやってたけど、ほのチャレの名物コーナーといえば、電流イライラ棒だぜ。懐かしい。当時めちゃくちゃ流行ったよね。金属製のコースフレームに電極棒を入れて、コースフレームや障害物に当たらずに制限時間内にゴールできれば100万円獲得という企画だな。各所にうっちゃんヘアピンやなんちゃんカーブといった難所があって、簡単にはクリアできないのが見どころだったぜ。お色気枠で綺麗なお姉さんがイライラ棒に挑戦するとき、今夜のショータイムとか言って、下半身を絶妙なアングルで映すの毎回あったね。イライラ棒はクリアされるたびにバージョンアップして、どんどん難しくなっていくんだけど、難しくなりすぎて、爆裂電流イライラ棒 USA シリーズでは、誰も攻略できずにそのまま終わってしまったぜ。難しくなりすぎて、次第に人気がなくなっていった感はあるよね。ただ電流イライラ棒の当時の人気は凄まじくて、電流イライラ棒のおもちゃやゲームソフトも発売されてこれも人気だったぜ。他にもフーフーペーパー1分間吹き続けたら100万円や、小学生クラス対抗30人31脚50メートル操縦秒切れたら100万円など、多くの人気企画が誕生したぜ。個人的にはセクシーアイドル限定スーパーロデオ最後まで乗りこなせたら100万円か、もう一度見たい。たまにポロリもある、お色気系の企画だったからな。お色気系はともかく、このチャレは家族みんなで安心して見れる番組だったな。老若男女から好感を持たれるのもうっちゃんなんちゃんなんだよね。最後は笑う犬シリーズだ。笑う犬は、1998年の10月から笑う犬の生活としてスタートし、2003年の笑う犬の太陽までフジテレビ系で放送された番組だぜ。笑う犬シリーズは結構続いたけど、やっぱり笑う犬の生活から笑う犬の冒険の時期が勢いがあって好きだったな。笑う犬の生活は、水曜夜11時枠での放送で、やるやら以来の純粋なコント番組となったぜ。番組立ち上げのきっかけは、うっちゃんが飲み屋で偶然志村健に会い、その時に、あなたはコントで出てきたんだから、コントを続けなさいと言われたことがきっかけとなったみたいだぜ。志村健かっけー。また笑う犬の生活の正式なタイトルは、笑う犬の生活やらねばで、サブタイトルにやらねばの文字が入っているんだけど、これはやるやら時代に起きた事故の被害者と、そのまま終わってしまった番組への思いを背負った、うっちゃんの覚悟によるものだと言われているぜ。うっちゃんかっけー。何年経っても忘れないっていう、こういうところにうっちゃんの人柄が出てるよね。うっちゃん、ネプチューン、中島智子、遠山京子を中心としたメンバーでコント番組を確立していき、人気番組となっていったぜ。そういえば、笑う犬の生活の時ってなんちゃんいなかったけど、なんでなの？笑う犬の生活と同時期に始まった雲南の本とこがあって、コントを絶望していたうっちゃんになんちゃんが、コントに専念しろ本とこは俺がやるからと気遣い、なんちゃんが本とこに専念したためだと言われているぜ。そうなんだ。なんちゃんかっけー。その後笑う犬は、1999年の10月に日曜夜8時枠のゴールデンへと進出し、番組タイトルも笑う犬の冒険に変わったぜ。そのタイミングで、なんちゃんは参加しているぜ。笑う犬の生活の時は20分番組だったんだけど、笑う犬の冒険になって1時間番組になったんだよね。実はゴールデン進出のタイミングでも、うっちゃんの律儀すぎるエピソードがあるんだ。何？ゴールデンの放送枠がフジテレビの日曜夜8時枠ってことで、昔ご出演漢字が放送されてた枠だったんだ。それでうっちゃんが、まっちゃんにオッケーかどうか確認を取ってからでないとできないと反対したそうだぜ。結果的にまっちゃんからもオッケーをもらって、晴れて笑う犬の冒険はスタートしたそうだぜ。さすがうっちゃんだね。うっちゃんとまっちゃんって、お互い特別な存在なんだろうね。笑う犬の人気コントって、正直めちゃくちゃあるから紹介してもキリがないほどだけど、小須田部長、ミル姉さん、テリーとドリー、葉っぱ隊、とかはみんなも結構覚えてるんじゃないかな。うわぁ、懐かしい。全部好きだったわ。あと、トシとサチヤ、パタヤビーチとかも好きだったわ。懐かしい。パタヤビーチへようこそだな。笑う犬見てると、うっちゃんなんちゃんって生粋のコント師なんだなって感じるね。またコントやってほしいな。コントに限らず、売りなりや気分は上々のような。トンネルズやダウンタウンとはまた違った、うっちゃんなんちゃんのバラエティ番組を今のテレビでもまた見てみたいと思うな。
今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございます。懐かしいという感情は脳医学的にもストレス解消にとても良いらしいので、皆様の気分転換や、ほっと一息つけるような動画になってくれれば嬉しいです。もし懐かしいと感じたり、面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンの方もよろしくお願いいたします。